街角に流れる歌声に誘われて今夜も夜の扉を開けるのだ。よし、今夜はこの店にしよう。人生酒場、歌は酔いつれままにつれ。乾杯。乾杯。さあ、今夜の人生酒場は、新橋にあります、はい、信濃さんにお邪魔しております。きよこママ、一つよろしくどうぞ。よろしくお願いします。いやいやいや、もうなんか歴史を感じるお店ですけどもね。さようでございます。のよも35年やっております。はっとり聞いたかお前、はい、さようでございますって。さようだ。こんなの今時ね、もういないよ。このね、言葉遣い最後聞いたの沢村貞子さん以来だ。さよう、さようで、ママ、嬉しい。さようでございます。死んだおばあちゃん以来だよ。嬉しい嬉しいな。さあ、じゃあ服部さん、はい、お店のデータちょっと教えて。自慢が唯一あるそうで。なんだろう、なんとですね、うん、お店を開いてから一回も赤字を出したことがないという。まあね、ほんのちょっとでも何千円とか何万円でも赤字じゃないものね、そういうことでしょ。そういや、すごいよこれは。赤字一回ぐらいあったかしら。私本当にど素人から始めましたでしょ。きっかけ、きっかけ。17年間ね、頑張ってたんですけど、だけどね、別れたんですよ。そういうこと。それで医者でも養育費ももらわない、一銭ももらわないから子供だけちょうだいっつって独立されて、でいきなりお店やっちゃったわけでしょ。いきなりやっちゃったのよ、それに。ねすごい。氷が先か水が先かね、ウイスキーが先か分かんなくって、隣のお店に聞きに行ったらね、そのね、ママがまた九州のママでね、そんなことがね、分からしいのよな、ね、新橋でね、店やるなんて、氷投げられちゃったのよ。怖いな。十分十分。さあ、そんなこんなでね、きよこちゃんが何を今日は歌ってくれるのかなっていう。よろしいですか。もちろんでございます。あの、ね、あのサントアマミーで。サントアマミーだ。じゃあすいません、じゃあお願いいたします。あれ、バスあるの？あら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 、どこにある？どこにある？すげえ。ママ、これプレゼント。どうもありがとう。やっぱりシナノなの。そういうことよ。またまたシナノなのよ。もうたまらんの。まあすごい。大推薦店だよ、ここは。嬉しい嬉しい。やったやった。ありがとうございます。本当にね、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう。品がね、客だけど悪い。何をおっしゃいますよ。ここでママ、ここでそうでございます。ありがとうございます。お父さん、はいはい、いい店だったけど、どこへ持つに？お世話、お世話。よし、また、ここ行こう。ここ行きます。ここ、ここ、ここ。いいビルだな、味がある。本当味ありますね。